マルボレ2チュルボメカマルボレは、1950年代から70年代にかけて、チュルボメカで生産された小型のターボジェットエンジンである。このエンジンを最も使用したのはフーがマジステールとモランソルニエ、MS760 パリである。アメリカのコンチネンタルモータースでも J69 として、ライセンス生産され、T-37 及びテムコ TT に搭載された。 最初に量産されたバージョンは、マルボレ2で、最大水力は、回転数 22,500rpm において 880lbf だった。形式は、ジェットエンジンとしては最も基本的な、一軸式の延伸式圧縮キターボジェットである。燃料消費は1 0 9ガル h であり、軍用と民間用のバリエーションがある。いくつかの派生型では一段式の流式。 圧縮機を備え、性能を向上している。搭載機や設置状態に応じて、外形寸法が異なる。本エンジンは、より強力な改良型の丸ボレ6シリーズに更新されつつある。水力は 1080LBF で、燃料消費は 119RH であり、燃料消費は9%強と、わずかに増えたが、水力は約23%増加している。 結果的に6シリーズは2シリーズを搭載した航空機において乾燥されたが、旧式のマルボレ2エンジンはまだ入手可能で実験に使用される。マルボレの原型にあたるマーブ I は、後の3、4並びに V 同様番号を割り振られただけで量産されなかった。このシリーズの重量は 140kg である。出典、一般的特性構成要素性能。 ありがとうございます。